続きましては東映北海道競馬の生きる伝説スーパーステーションです。父金引きり、母の父ワイルドラッシュ、2014年生まれのクリゲーマです。現役時代は北海道競馬に所属し、通算成績は32戦20勝、2着1回、3着3回でした。この20勝の中には岩手競馬のダービーグランプリなど13の地方競馬限定重賞が含まれています。北海道競馬の角川秀樹調教師の下でその素質を磨かれた本馬は、2歳5月に紋別競馬場のフレッシュチャレンジ競争でデビュー勝ちを収めました。本格化は3歳春、条件戦を2連勝して賞金を積み上げた本馬は、北海道競馬の三冠最後の一戦である王冠賞へと駒を進めると7馬身差で落勝。11月には岩手水沢競馬場へ遠征し、ダービーグランプリを1番人気で圧勝、全国の地方競馬の3歳馬の頂点に立ちました。4歳となった本馬は紋別競馬場で無敵を誇り、前年の同栄記念の上位3頭が顔を揃えたコスモバルク記念、そして赤レンガ記念を圧勝しています。この頃になると、今日のスーパーステーションはどれだけの着差をつけて勝つのかということが話題となり、この年の北海道競馬で無敗の重賞6連勝を達成しました。5歳時にはコスモバルク記念を9馬身差、赤レンガ記念を大差で勝利し両レースを連覇。その後は脚部不安に悩まされながらの競争生活となりましたが、それでも3歳以降紋別競馬場での重賞競争では12戦12勝と一度も敗れることなく、絶対王者のまま当芝場で芝馬生活をスタートさせることになりました。はい、スーパーステーションですね、金引きりは現役時代2度 JRA 賞最優秀ダートホースとなり、砂のディープインパクトと呼ばれました。芝馬となってからも初年度から168頭を種付けした人気芝馬で、短い競争生活から芝馬生活から川崎記念の勝ち馬三つ葉や兵庫チャンピオンシップを制した帝王エナジーなど、数多くの重賞勝ち馬を輩出し、将来が期待された芝馬でした。スーパーステーションの母系はチーフズクラウンやウィニングカラーズを輩出する米国屈指の名門ファミリーという点も魅力で、本馬の成功への可能性を高めることになるはずです。砂のディープインパクトと異名を持つ金引きりの貴重な後継馬スーパーステーション、種付け料は受胎確認後の20万円となっております。世界的な名品系から生まれた北海道競馬の絶対王者スーパーステーションをぜひよろしくお願いいたします。以上、スーパーステーションでした。